こんばんは。遅くなりました。つけんほうがいいかな。ね、嬉しいの、今日ね、お花もらったんだ。ほら、かわいい。いいじゃん。でもね、これ生きてるやつだからね、あれなんだよ。今日終わったらもう花瓶に行けようと思って。こんばんは。ありがとうございました。お話し会。あ、カズボさんお疲れ様ひな。アウターが私のこと意識してくれて嬉しい。よし、カレー食べるやん。むすびの武蔵。ジジが大好きな花。そうだからね、狙われないようにね、マジ気をつけなきゃいけない。もう1時だけれども、お疲れ様ひな。これはね、本当はね、温めたいんだけどね、なんか他のやつまでね温まっちゃうんだよ。だからまあ
よしとしましょうか。今日も楽しかった。いただきます。今日の、あ、なるほどね、英語か。すごい、カタカナとかひらがなとかの、もうずっとひらがなはないかのことずっと考えちゃったわ。やっぱこの表記で見るとね、わかるよね。いただきます。なるほどね、ありがとうございました。嬉しい。絶妙に硬い。いつもね、あの、もらったその日とかに食べないから、なんか一日冷やして次の日に食べたりするの。だからね、ほんまに結構いつも硬いんよ。だけどなんか今ちょっとあの生きてる武蔵を食べてるから、めちゃなんか生きてるって感じ。おいしい。なっちゃんがセレモニー、え、出てほしかった。終わってた、私のセレモニーの時。なんか横の横とかめっちゃ人おらんかった。誰だったんだ。りーちゃん、え、おいしい、生きてる武蔵。うん、そうなの。なんか前歯がたまたま横のレーンで出たいって言ってくれたから一緒に行ったんやけど、そうだったんや。なんかいつもはね、結構楽屋から行くことが多いからさ。そう、なっちゃん反対側。そう、いたいたいた。私そのなっちゃんのファンの方とね、若干絡んだもん。うまっ。やばい、狙ってきた。好きなんですよ、お花が。うまっ。うーん、え、好みの味。こんな味やったんや、武蔵のウインナーって。待って、うまい。
美味しい。セレモニー出たかった。ありがとう、そう思ってくれることがすごく嬉しい。そうなんですよ、今日はねセレモニーしてもらった。え、なんか結構みんな行ってて、セレモニーでもなんかセレモニーあるよって知らなかったから、あれ今年はないんかなとか思ってたの。ちょっとね、これって大丈夫なやつ、保冷剤、保冷剤じゃない、ついてるソルト、あ、塩だ、バスソルト。そうなんか今年ないんかなと思って、もしないのになんかあの行く気でおったらちょっとあれじゃんか。そうだから開催されないこともあるのかなと思って、で恐る恐る聞いたらあった。ファンの人に「え、今日ってさこの歌ある?」って聞いた。そしたら「あるよ」って。うまい。いつもより全然硬くない。あ、この硬さは普通なんだ。いつもめっちゃ硬いの食べた時あれが普通だと思った。全然硬くないように感じる。うまっ。最近お弁当で唐揚げが出たの。でもね、やっぱ美味しいね。うまい。感動。あ、そっか、オレンジも冷たいんだ。お疲れ様でした。
今日嬉しかったな。まあね、遠くからね来てくれた方も、まあ、広島で久しぶりに会う方もいたんだけど、今日マジでね初めての方めっちゃ多かったんよ。もう大体ねいつも顔見知りでヤッホーみたいな感じだったの。今日は本当に初めての方多くて、公演とか、まあ、ジャズとか、何って言ったの、なんかお話し会って言ってたのか、でも初めてって言ってたよね。お話し会で気になってって言ってた。でも初めましてって言ってたから私じゃない、私で。そう、今日はいっぱいね名前覚えて嬉しい。うん、ちなちゃんありがとう。まあでも配信でねこう知っとってもさ、実際にあれだから、なんかさ不思議な気持ちになる。こう配信でめっちゃいろいろもう知ってて、いろんな話とかもしてるわけじゃん。そう、でも実際に会うのは初めてだからさ、不思議な感覚になる。うん、だからね、いつも初めての人とかはね、もうなんかこっちがどんなに話したくてもさ、やっぱ来てくれないと話せないじゃん。だからもう伝われって思って、もうとにかくこの気持ちは伝われって思いながらいつも手振ってその人を見送るんだけど、そう、お話が初めてでしたね。嬉しかったです。今日初めて行って、ほらめっちゃ初めている。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。で、私はすごい初めての気分だけどさ、みんな一方的に私のことさ配信で見てたりするじゃん。なんかずるいね。私はまだみんなのことあんま知らないのに、みんな私のこと配信で見てるじゃん。唐揚げ食べてる姿は見てるわけでしょ。私はみんながどんな顔なのかとかをやっと知ったんだよ。不公平だから、不公平だから、もっと話しに来てください。自分の情報を私に教えに来てください。待ってるね、広い心で。まんちゃんありがとう。うん、ありがとうございました。もっち、あとね、そのコメントだったら女性か男性かもう分かんない時あるじゃん、たまに。だから会ってびっくりする時もある。そう、女性だったのみたいなあるよ。かといってね、コメントでさ、で 今みんな女性ですか男性ですかって聞くのもおかしいじゃん。だから勝手にさコメントとかで脳内変換されてて、
名前もすぐに覚えてくれて。名前変えたでしょ、名前変えたでしょ。泣きをするんだけど、この名前で私覚えてない。初見リュウハートありがとうございます。いや、わかんない、違ったら恥ずかしい。リータさんありがとう。二度目、うん、嬉しい、ありがとうございます。ほら、私もとかさ、最近男性もさ、私もって言う人もおるわけじゃん。僕もとか、あーでも私もだったわ。まあ女性は私もって言うしかないんか。名前言ったらすぐ分かった。分かるよあれほどさ、分かんないわけなくない？わかるわかる。髪の変化気づくね。なんかこう自分の中のこうスクショがあって、それをパッてこう思い出した時に、ん？前となんかが違うぞってなる。たまに困るのは、なんかオンラインは、ん？なんか公園とかでめちゃくちゃ顔見知りだけど、なんかこうお話し会とかは初めてみたいな人、結構初めての意識がないから、久しぶりだねって言ったりとかする。そしたら初めてだよって言われてとかは結構ある。うん、そうなんだよ。なんか公園でこう会ってる時のこうスクショみたいなのと、目の中の、なんか間違ってそうやって言っちゃう時もあるかもしれない。ああ、公演の MC 面白いって言ってくれた方もいた今日。いつも公演の MC が面白くて、うん、楽しみにしてますみたいな方も。この私が
そんな日が来るなんてね、マジ喋るの苦手だったのに。すごいな人っていうのは。お話し会自体初めてで、嬉しかった。初めは緊張するかもしれないけどね。私のレイヤー結構ほんまに比較的優しい方が多いので、お話し会初めての方も来やすいんじゃないかなと思います。あと難しいよね、あの操作とかね。初めてかマジわかんないよね。でもね、久しぶりの方とかもいてね、今日結構戸惑ってる人も結構多かったよ。向こうね、初めてとかって結構勇気いるかもしれないけど、参加しようとしてくれるのがめちゃくちゃ嬉しいね。ありがとうございます。でも握手がまたさ、開催されたらこっちもめっちゃ緊張しそうだなと思う。なんか緊張しそう。久々じゃん、だって感動し、そうだよね。逆になんか手出すの忘れそうじゃない、初めの頃とかって。あー、逆にね、話してる間の手をどうしたらいいか迷っちゃう。まあお互い同じ気持ちってことだね。あ、マンシーさんありがとうございます。ありがとうございます。そうかそうか。握り方忘れた。握手の練習しないと。なんかあったよね、なんかにぎにぎ握手とか。メンバーによってなんか握手の仕方が違うみたいな。両手どうちゃらみたいな。お疲れ様ひな、ありがとう。マーシーさん、ヨマちゃんありがとう、ありがとう。キャベツでしょ、キャベツ。そうだよね、もうあのマイクの距離が懐かしい。ちょっと
まあでもあのマイクの距離がいいって人はあんまりいないんじゃない？ゆいちゃん。ダメよ。来るよ、ジジが。うん？姉ちゃん、姉ちゃん、このねたこあんが美味しいんだよ。姉ちゃん餌あげた。おいしい。ない。お疲れ様ひな。食べ方美しい。美しい。私めっちゃなんか食べたらめっちゃこの辺がもぐもぐもぐってなるから、なんか口だけもぐもぐってなん顔の人いいなと思う。わかる。超食べてますみたいになるから。今日結構ね、写真撮ってもらったからね、載せたいよね。うん。先月までこっそり X フォロー、あ、ありがとうございます。結構いい感じにね、まあ、Twitter もだしインスタもだしショールームも結構増えてるフォロワー。うん、ありがたい。
そんな特に何がどうとかは分からないんだけど。スッチさん、ありがとうございます。あ、ピオネさん、気をつけて帰ってね。ありがとうございます。髪型よく分かる。この初めね、今日まあ花冠持っていっとって被ろうと思って、今ハーフアップみたいにしとったんだけど、被れんくて、そういい感じにはまらなかったんだよ。まあそれは気になって、あのお話途中なんかこうなったらあれだなと思って写真だけ撮ったんだけど、この髪型の写真は、まあでもお団子、お団子なんだけど、お団子知ってるなみたいなのが分かる写真もある。ようやく、あ、そうだよね、 SNS やってないって言ってたのか。ありがとうございます。これブンブンするやつ、おもひつるかまさん、読み方合ってるのかな。今日土曜日か。今日ね、めっちゃいい天気だったんけどね、さっきまた雨降ってきたんよ、帰ってきとったら。明日も雨なんかな。ね、インスタ更新、最近ちょっとまたインスタ更新しつつあるから、できつつある、楽しみにしててください。でも前投稿したのもう4日前なんだ、はいや、もう4日も経つの。でもちょっと今日は明日までに誕生日のあれをしたいんですよね。って思ってる。文字起こし。そう、ちょっとまあ自分のまた言葉を、ね、今書いてる最中なんだけど、まだ全部書ききれてなくて。ガンツチャートさん、ハートありがとうございます。まあ、でももう2月、あれ2月もじゃあ今日が一応ラストだった。2月のイベント的には
もう誕生日週間みたいな、誕生日月間のイベントって感じ。金。あとちょっとしかない、私の誕生日。誕生日月間あるよ、誕生日。まだプレゼント開封配信してないし、まあじゃあそれが終わるまでかな。終わっても私がもう、はい終わりって、もう誕生日満喫したって、はい終わりって言ったら終わりだから自分でもまだ分かんない。うん、あとお礼配信、お礼配信と開封配信終わったら。うん、感じかな。うん、まあもう一回ぐらいちゃんと自分の思いをもう一回みんなに伝えとく配信もできたらなと思います。ケイさんありがとうございます。ウエスも来てくれてありがとう。うん、まだ終わらんってことやな。じゃあでも今月、そっか、29まであるんだよね。うわ29か、フルード氏何しよう、どうしよう、緊張する。なんかウルード氏もなんかする日みたいなの作ってくれたいのね、恵方巻きみたいな感じで。うん、そうね。カーズヤマハさんありがとうございます。4年に1回オリンピック。なんか昔ね、親戚のねおばさんが、なんか誕生日が2月29日ってずっと言われてて、だから4年に1回しか年取らないのっていうのをずっとね、ちっちゃい時なんか言われてたから、もう毎年2月29日になったら、あ誕生日だって思うんだけど、なんか大きくなったら実際はそれじゃなかったらしくて、その4年に1回しか年取らないから、都合がいいからそうやって言ってただけだって知って、でも私はもうちっちゃい時にそういう記憶でもう成り立ってるから毎年思うんだけど、誰の誕生日でもないっていう、あ違うんだっていう気持ちになる。
本当に29日誕生日の人いないのかな。まだ出会ったことない。でもなに、どういうこと。2月に2分の2に制限したらっていうのは、成人するとき80か。想像したら面白いな。実際ほんまに29に生まれた人はどんな感じなんだろうね。その前後は誕生日になるとしても嬉しいのか嬉しくないのかって感じよね。還暦240やばいね。じゃあほんまにそんな簡単にほんまに死ねないね。マジで長生きしなきゃって思いそう、心の底から。そうしよった、ありがとう。オレンジに合ってありがとうございます。今日も派手めの色をね身にまとってました。ピアノさんありがとう。あ、そういうこと？確かに。まあ私がその主導権を握ってるからね。マジでいつにしようか。うん。その可能性もなきにしもあらずだ。バカバレるやん。2分の2。2分の2、懐かしい響きが。2分の2はもうつまり1だよね。1分の1で1だよね。うわ数学だ、懐かしい。いや本当に楽しい、楽しかったね今日も。ちょっと英語をね、英語も覚えたいね。なんか最近ちょっと英語の歌結構聞くから、まあやっぱ英語をさらっと言えたらかっこいいなみたいな出てきた。今までマジで英語みたいな、マジ興味なくて、中学校の時も英語にマジ関心なかったし、日本人だから別に英語使わなくてもよくないみたいな気持ちだったの。だけどまあね、なんかその発音がやっぱ全然違うじゃん。英語の歌か歌えたらかっこいいなみたいな、喋れないけど。関係はもういいの。いやーまあ関係は、まあ、初めてそのなんか何か撮るってなった時に、まあ、関係ちょっと悔いが残ってたからと思ったんだけど、まあ、今は優先順位的にはやっぱお酒の資格がまあ先だから、まあ英語はまたその次の次の次ぐらいって感じ。届くのかな合格書みたいな。まだ届いてないからね、何とも言えないんだけど。レオちゃんありがとう。配信終わったらみんなのツイート見よう。みんなが載せてくれるであろう
花かわいい。これマジで、これ生きてるやつ、これ生きてるよね。ちょっと触ったらね、冷たいから。ちょうど私誕生日かな、誕生日あたりにあのお花いただいて、それ生けてたんですよ。生けてて、もうそれがなんかチューリップ、なんか黄色のチューリップみたいなやつで、いや黄色のチューリップが1本だけ刺さってたんかな。なんかそれが若干もう死にかけで、悲しかったんや。だからその後にこれ刺そうと思って育てるわ。頑張って一日一回お水変える。また行けたら写真送ろう。こっちはもう枯れへんから、もう枯れてるから、枯れ違うな、枯れてないな、これはもうずっと生きてる花やから、不老不死やから。そうよな。でもめっちゃね、写真ねめっちゃ良かった。なんか漏れた。うん、写真が漏れ漏れやった。モレモレじゃね。かわいい。ありがとう。めっちゃモレモレ。鼻かんもつけた。楽しみにしててください。今日はこんな感じかな。はい、そんな感じで、今日もありがとうございました。幸せでございました。楽しかった。ちょっと間に合うか分かんないけど、
ツイートもしようと思ってるので、はい、待っててください。はい、それじゃあ、あ、ナミさんありがとうございます。じゃあランキング読みたいと思います。13位はマシさん、12位はカズポ、11位はヨマちゃん、10位はキュウさん、9位はガントチャートさん、8位はキャマキャマ、7位はトクトクトクトマルさん、6位はジュンさん、5位はひよこ、4位はジータマヒナオイ、そして3位はピオネさん、2位は読売巨人軍さん、そして本日の第1位はルルン、第1位はナミさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでちょっと早いんですけど、4分余裕を残しての本日配信としたいと思います。土曜日ですね、3連休、明日はラストということで、もうお仕事の方もいると思うんですけど、一緒に頑張りましょう。はい、ということで今日はまあ誕生日を意識しても、サイリウムを意識しても、今日オレンジと若干緑のトップスを着ました。はい、ありがとうございます。はい深くにも最後かわいいなってコメントにちょっとずれた、ありがとうございます。ということで2月24日土曜日、今日も一日お疲れ様いな。また次の配信でお会いしましょう。バイバーイ。 SNS フォローしてね。あ、ホケラジもう明日で終わりだから、明日聞けるのがね、まだ聞けてない人は聞いてください。須田君もバイバーイ、おやすみー。